おはようございます。我がんせの影げやんです。今日もよろしくお願いします。ということで、ヒマラヤラジオやっていきたいと思います。えー、ちょっと暑い日が続いてますね。なかなか、これは、うん。 今年も夏暑いんだなというのがすごくわかるんですけども、夜もね、クーラーをね、こうかけてですね、ほんで扇風機をかけて、えー、寝るんですけども、クーラーを1時間のタイマーにしてね、扇風機を4時間のタイマーにして、ほんで、えー、また目覚めるんですね、暑くて。で、またクーラーを1時間つけて、えー、扇風機を4時間っていうようなね、感じでこう朝をこう迎えると。で、なんとか寝てね、寝れたらこう、なんとかすっきりしてるんですけどもね。 これが睡眠不足になるとなかなか大変なんで、なんとかしてるということですが、まあまあえっと、今日はですね、ホットドッグを作ってみたということで、自分でも単純なもんなんですけども、このホットドッグが僕ちょっと美味しいなと思って、もちろんこれを食べられるのは、まあ、木曜日ということ、チートデイの水曜日と木曜日だけにはしてるんですけども、なかなか美味しいですね。 えー、むちゃくちゃ単純な、えー、ただ単にこう、えー、ソーセージを焼いて、えー、パンに挟むということだけなんですけどもそれだけの単純なことなんですけどもこれがこう、えー、普通にうまいなと思っています、うん、でそのーソーセージなんですけどもウインナーかなソーセージあのー コスモスでね、買うんですけども、コスモスで6本のソーセージ、ちょっとでかいやつね、だからホットドッグにできるぐらいの大きさの、えー、ソーセージをにですね、えー、6本で500円ぐらいする、ちょっと高めのね、やつなんですけども、それが僕は好きで、それを買います。ほんで、えー、パンの下にキャベツをこう引くんですけども、それもね、100円ぐらいで、こうキャベツのこう、 あの細かく千切りみたいになってるこう細かくこう切,ら切ってるやつ売ってますよねあれを買うんですねほんでホットドッグ用のパンでこう上のところに切れ目があってこうパ,パカッとこう開くようになってるこうパンありますよねこうでそれでこうそれで揃えるとほんで、えー、パンをですねまあまあ3分ぐらいかな焼いてですねほんで、えー、キャベツを下にひいてほんでホットドッグをですねオリーブオイルで焼いて で、こう、乗せます。で、乗せてですね。で、えー、ケチャップをかけて、ほで、マスタードをかける。もう、もうほんまに単純な、これだけなんですけど、本当に簡単なことなんですけども、えー、パンはね、そこまで高いパンではないです。安いパンなんですけども、えー、ソーセージが結構、ちょっと値段がね、 うん、そこそここの値段がすするソーセーセジなんですよねこれがおいしいんでしょうねだからソーセージがこう中途半端というかいまいちのもんやとそこまではまることはなかったんでしょうけどもそのソーセージがですねもうかなりおいしくてそれだけで食べてもおいしいんですけどもそのパンでやることによってそのホットドッグうまいのとあと手軽にこうホットドッグって食べれるんですごくこう夏に いいんで朝なんかもねこうえー、まあ両親にねこう両親が朝ちょっとこう食欲がこう夏になって落ちてきても困るんでっていうことで俺作るわって言っていつも作ってですねでこう半分にそのホットドッグを半分に割ってで食べてもらうようにしてます。あああとまあまあなんかこう 他プラスアルファなんかご飯あの朝食作って食べるんでしょうけど僕はねそのソーセージをこう作るということですねうんでまあまあえー、6本入っててその木曜日にいつも買うんですけどもそのその日にですね大体2本から3本食べて残り3本がこう違う日の、えー、両親の朝食になるという感じですねうん あれはなかなかこういいものいい簡単に作れるし美味しいものをこう、えー、見つけることができたなパンなんかほんまに、えー、5, 5個入りでもう100ちょっとぐらいのもうほんまにコスモスに売ってるこう安いやつがあるんですけどもそれを買うようにしてですねまあメーカーどこのメーカーでもないようなこうえー とこのパンですねその有名なところじゃなかったような感じがありますけどもでもそのパンもそんなに放したらむちゃくちゃまずいかって言ったらそうでもなくてねそれなりに食べられるとで焼くことによってねまあそれなりに食べられるとでキャベツはその100円で買うんですけどもし買ってなかったらですねその家にあるキャベツをこう千切りにしてそれを挟むともちろんそのやっぱりその100円の,いあの100円で入ってるキャベツより自分で切ったキャベツの方が、まあ、美味しいのは美味しいんですけどもその辺はまあまあ いいかなとそう買ったやつもいいかなと思ってこうやっているということですね。あとなんかこう工夫できることがあったらやってもいいんですけどもねえ例えばチーズをこう挟むとかねなんかこうプラスアルファしてもいいんですけどもまあまあ今のところはソ,ロソーセージ1本で結構満足してるんでそういう形でこう作ってるということですね。うん ちょっとだから自分の中でこうほんまにこう大した料理じゃ料理言えるほどのもんではないですけども美味しく食べられるもので自分で簡単に作れるものをこう見つけ出せたなということで見つけ出せたいがちょっとやろうと思うか,思,うか思わへんかだけのことなんですけどなんかホットドッグいいなと思って一回やってみたいなと思って、えー、どうせやったらって言ってソーセージを高いのでこうソーセージあのホットドッグに使えるようなソーセージを買ってやればこう,うまかったということでしたね。うん、もしこうやって 買ってみたたいい人がいたらコスモスのね、えー、だからソーセージこう肉の肉っていうかソーセージとかこうチャーシューとか置いてるところにねこう6本でこう500円498円かなそれぐらいでこう売ってるやつがあるんでぜひ買ってみてくださいで焼くのもねもう簡単にね僕の場合オリーブオイルで焼きますけどもそういうのでこういいかなという,もう味付けはだからケチャップとマスタードでマスタードまたあのコスモスに売ってるんでそのマスタードを使って 食べるとということですね、うん、どうせやったらやっぱマスタードまでこうつけて食べたいケチャップはもう市販のケチャップでマスタードも市販なんですけどもなんかその、えー、1種類2種類ぐらいしかないんでそれをチューブのやつを買ってそれをやってるということですということで今日はホットドッグを作ってみたということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます